2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。今回は FX の投資方法を紹介いたしております。今回ですね、ターミナルでこう出すんですけれども、これかな、今マイナス4448円ですね。で、投資した通貨国が、これですね、これなんですね。ここにねちょっとシグナルがなかったんで、だいたい予想してここで投資したんですけどね、このアップでちょっと上昇しちゃってますね。ここは上がったんでね、この辺で投資してみたんですけど、今はマイナス4400、このシグナル通りですとね 83.3% と6回シグナルが出ますね。でこれ最終決算ですね。しかしね、上の黄色線使ったら決算するようにしてますね。で試験投資で、今月の試験投資の成績はね 12,360 円ですね。500円マイナス3000円、プラス3000円、3000円、3000円、400円、2000円、300円ね、2000円と利益を稼いでますね。こちら試験投資ですね。でね、今現在位置しているのがマイナス4448円ですね。これ上がったんでね、上枠行ってから少し下がるだろうということですね。ストップは6000ですか。6000で決算するようにしてます。自動決算ね、 EA が動いてますね。場合によってちょっと上がる可能性はあるんですね。このシグナルがあるんで、しかしでここでは負けですけども、ここでね決算してですね、最終決算はここでっていうようなことで、上に当たったらねということで、で手頃な通貨国をこのようにね、ね、このように設定ファイルに用意しておきます。それで、他のはね、シグナル出てるのは、こういうシグナルですね。80% 勝率10で。利益が 0.456 ピップスですね、トータルね。全部そうですね。平均ピップス、平均の利益になります。平均の利益は 0.335 ピップスですね。だからこの平均値でね、計算するといいかもしれないですね。ちょっと前でね、これ 0.559 ですね。取引数が6回あって平均利益は 0.559 ピップスになってます。勝率が 83.3% ですね。このようにね、稼げるもの出ますと白い文字になりますから、CHMGPY もね、こうですね。
これはここで多く負けちゃってるんですね。で、ここで勝ってるわけですね。まあ、ここで検索すると思うんだけどね。問題はこれですね。これで勝ちの方向に行くかどうかですね。損切り2万円でやってますね。こういうとこですね、現在ね。これズダーンと落っこってくると嬉しいんだけどね。1万ドル投資ですね。食品安いですね。食品でしょ。207400。82万ですね。82万8400円ですね。投資金額はね。その変化を見てます。でね、資金でね。こっからここら辺まで落ちたら、いくらぐらいかな。1万、2万、3万、4万、5万ぐらいいくんですね。5万ぐらいの利益になるんですね。で、ここ上上がっちゃったら損切りしますね。どんぐらいするのかな。1万円ぐらいまでするかな。今2万ですけどね。今ちょっとこう上がっちゃったんできついところですね。7月24日、お茶をね、このお茶を、このお茶をちょっと飲んでね、今日はね。これは伊藤園、伊藤園このお茶をね、伊藤園ですね。伊藤園のお茶を飲みながら、これ結構いいんですね。伊藤園のお茶でね、私はこう伊藤園で。これまで落ちても結構いいですけどね。これだけってやっぱ5000ぐらいいくからね。まあ資金少ないですけど、1万ドルですからね。100万ぐらいの投資だから。だけども調整中だからね、このように勝ってるでしょ、今月どうしてるけど。ね。こうマイナス3000ぐらい出たけどね。3000、3000、3000ですね。あと全部勝ってるもんね。ね。あ、こんな風に勝ってますよね。10月20日は入ってるけどね。10月から1回も負けてないでしょ。ね。
と1ヶ月分に見とくかな。それで、あ、出てるのはこうですね。いろいろシグナル出てるけど、あと出てないですね。全然シグナルがね、見つかんないですね、他はね。で、今資金少ないからね、3万ぐらいしか入ってないんで、吸っちゃったんですよ、これね。今年に頭ぐらいで吸っちゃったんで、数十万吸っちゃったんでね。これもね、これでシグナル出て負けてるんですね、これね。これはここで勝ったと。ここでね、勝った。これもここで勝ってたんですけど、このシグナルでは負けてるんですね。だから、こういう数であるんで、上がることがあるんだ、ここら辺でね、決算するということですね。少しずつ稼ぐというのが妥当でしょう。これね。これは落っこっちゃったら、この線以上、いか上がったからね。この線以上行ったら決算します。ね。ね。こう、また上がる可能性あるからね。これにいいかな。これまでやれるかな。こういうのもあるしね。うん。シグナル出ますよ。これずーっと上がっちゃうのね。もう一回ぐらい待つんですね、これ。ここら辺で通して。こういってここら辺で投資するんでしょうね。でずーっと上がっちゃってこうだからね。きついね。これどうかな。でこう負けてんだよね。でここシグナル出てるね。分かった。0.456 ですかね。これってここでしょ。前のはここでここだ。このね、幅がこういう幅で見てるんですね。だからね。で、RSI で、ここまた出てるような感じですね。16世紀に80年でしょうか。こうでしょ。上がってるからね。これ上がった分下がる分ぐらいだね。じゃないと
また上がるかもしれないな。新船がふんだんにあるからね、出ますからね。だいたい新船これ外れたけども、来てからこんぐらいの収益ね、505時間ですね。ここは、これ20日間ぐらいになってるのかな。ね。あ、これウィナーアップ使ったときね、大体ね、手取引をやめておきましょう。これもね、最大値はね。ここだと負けてたわけですね。簡単でしょうね、これね。インジベーターが難しいよ。これシグナル出て、ここで川奥もけてるけどね、こっから僕とやつはここら辺でぶつかってるから、ここら辺でね計算してますね。ここか、ここら辺で。これはこれでしょ。この決算はここで負けてね、多くね。これ時間だからね。あ、勝ってるね。こんな勝ってるね。すごく勝ってる。これは上でこれだね、少し勝ってたね、この葉っぱだから。で、ここはここでしょ。すごく稼いでるね。だけどこの辺ぶつかったところ、この辺でここだな、こういう時も大体ここら辺でやめちゃうね。5万ぐらいはマイナスになるから、まあこれだけつけてるんですね。すごくこれだけですね。これスプレッドがね少ないようなやつと、スワップがいいやつを3つぐらい入れて、1つかこれで、スワップの多いのはね、売りだけです。シグナルも出ません。で、そんなことですね。まあ、仕込んだのは金ですね。金を、あの金属の部分のね、金を100万程度買いました。売りました。下がるのを待ってます。でね、これ下がってまた下がっちゃうでしょ。そういうことありえるんでね、この見てここら辺で取り切ったらここら辺でやめちゃうんだね。これもだからここら辺でやめちゃわないと、外したから分かんないです。浮気ってね、資金をね増やして、で、まあ今とやく1万ドルでしょ。1万ドルをしてて慣れてきて資金が増えたら10万ドル、100万ドルですね。
10万ドルだともう1000万だから。1000万。ね、10万、100万ドルで1億越しますからね。これは本来の私のね、得意なわけですね。そうすると今の4000が4万円、40万マイナスになってるわけですね。もしこれ、40万マイナス。ね、1日だから大きいですね。半日ですかね。まあ、今朝だけだからまだ1日経ってない。数時間で4000起こったんですね。まあ、ちょっとまた録音します。ありがとうございました。販売を。